はい、バンダイナムコエンターテインメントの、原田です。はい、今日ね、本当は僕そのイベントに、参加したかったんですけども、もう皆さんご存知の通り、もう実は私今ロサンゼルスにおりまして、イースミッションにね、ちょっと来てます。というわけで、どうしてもそっちに参加することができないので、今回はですね、皆さんご存知の、中津米森、この両プロデューサーにですね、まあ、全てをちょっと託してき、ました。今日ね、ちょっと発表があるので、この発表はぜひこの2人からね、皆さん聞いてもらいたいなと思います。というわけで、中津、米森、託した、お願いします。はい、ということで、原田さんからの VTR にもありましたが、ここで実験の手前ファーリー開発プロデューサーの中津こと池田光平さん、
そして設計シリーズ開発ディレクターの米森雄一さんにご登場いただきたいと思います。皆様ぜひお迎えください。お願いそうですね、今日はいろいろ発表したいことがあるんですけども、はい、まずは、本日の初公開の映像からご覧いただこうと思います。今回が初めてなんですよ。
ご覧ください。というわけで、はい、今年も、賞金総額1000万円の大会を開催することが決定しました。帰ってきます。やった。はい、前回もですね、フィールさんにも協賛いただいて、一緒に盛り上げさせていただいたこの大会が、今年も開催できるということで、この場を借りて発表させていただきました。すごい楽しみですよね。はい、これ詳細とかも今教えていただけますか？はい、スケジュール概要は、今後公開するんですけども、はい、まず一発目の予選がですね、もう稼働から2週間後の出ますかね、早いラスベガスで行われる、エボリューション2016、格闘ゲームの世界的なイベントがあるんですけども、そこで、ザ・キング・オブ・アイアン・フィスト・トーナメント2016の一発目の予選を取り行いたいと思っています。でここで、優勝、準優勝すると、決勝のグランドファイナルへ進出できるという流れに今なっています。皆さんもすぐスケジュールチェックですね。そうですね。押さえておかないといけません。稼働からもう2週間で大会なので、みんなワンチャンあると思うので、今からラスベガスに行く準備して、頑張ってもらえば。まず予約してください。航空券買ってから。そうです。航空券買ってから練習してください。なるほど。なるほどね。わかりました。さあ、そして今年も世界大会が開催されるということ楽しみなんですが、米森さん、すごいプレイヤーが実はこの会場に来てくれているという情報があるんです。はい、うん、そうですね、先ほどの映像にも出てましたけれども、昨年の鉄拳世界大会の覇者のびさんと、豪気使いとして、すごく有名な、プロプレイヤーの時戸さんにおいでいただいております。鉄拳
い、まあまあね、今日取材に来ていらっしゃってる皆さんはどれだけすごいかっていうのをご存知の方多いと思うんですけれども、はい、改めてお二人のすごさをご紹介いただきました。そうですね、あのノビは、もう去年の鉄拳7の世界大会の覇者であり、はい、あの先ほど紹介したエボリューション2015の鉄拳7部門も優勝して、もう名実ともに鉄拳界最強の男として、まあ、今日登場していただいてます。まあプロプレイヤーでもあります。で時々の方はですね、で東大卒で、プロプレイヤーとしてストリートファイターシリーズではもう本当にトッププレイヤーとして今も戦っている、まあ、お互いプロプレイヤーなので、この2人の戦いを今日はお見せしたいと思って招待しました。ストリートファイターという豪気といえば、はい、時戸さんですが、そうですね、そうですね、これはね、ぜひでも動かしてる姿見てみたい、そうですね、力強い。さあ、のびさん、去年の世界大会、まあ、覇者でいらっしゃいますけれども、どうですか、今回は迎え受ける立場になりますけれども、はい、はい、いや、まあ、もうそ、ね、前回も対戦してるんですけども、ちょっと本当に今回、世界王者としてボコボコにしてやろうと思います。楽しみですね。ということですが、あれですか、前回はどっかでやられたんですか。はい、前回ですね、はい、あの2月にジャエポショーといって、業務用のゲーム機の展示会の方で、あの2人のエキシビションマッチやってたんですけど、1回やったんですね。はい、そこも非常に盛り上がって、まあ、今回も、まあ、豪気が出てくるということで、うん、まあ、やっぱりお見せするには、この2人の対決を、まあ、直接見ていただいた方が、ゲームの魅力も伝わる。対決ですね、はい、前回は伸び勝ってたんだっけ。前回は伸びが勝った。かなりいい勝負してましたけど、ね、危ないですね。はい、それは勝った。さあ、そして時戸さん、今回は参加しないとね、そうですよね、この世界大会、どうですか、意気込みは。そうですね、今回はせっかく豪気が出たので、豪気で荒らし回りたいと思います。お、頼もしいな、くださるということで。重みが違いますね、やっぱり豪気界の重みが。綾野さん、杉山さんは去年のこの世界大会見ていらっしゃったと思うんですけれども、はい、どんな雰囲気でした？まあ、あのカプコンプロツアーっていうのも、まあ、カプコン USA 主催なんですけども、うんうん、うちの方でやらさせてもらってるんですが、その時って、はい、主に北米でやるんですね。で、そのユーザーと盛り上がりがまたあの鉄拳の世界大会って日本でやるので、うん、全然盛り上がり方がやっぱ違って、うん、ね、で、あのやっぱり日本人の方がすごく来て、で頂上対決もやっぱり日本勢対決になるんで、うん、それはもう大会の盛り上がりがもう違うし、うん、もう一体感たるやもう半端ないです。はい、去年の12月にそのやった、まあ、世界大会の会場を僕も行ってたんですけど、はい、その時にちょうど豪気参戦の PV が初めて流れたんです、はい、うん、で鉄拳側でね、うん、でその時思ったのは、あ、これストリートファイターのキャラ発表よりも盛り上がってる、本当に盛り上がってるなんだろうこれ、それぐらいすごいなんかみんな湧いてて、はい、うん、分かりました。じゃあもう今年もね、楽しみだと思うんですけれども、はい、まずは多分皆さん早くお二人の対戦が見たくてうずうずしていると思うので、うん、はい、両選手ご準備をお願いいたします。楽しみ、はい、じゃあお願いします。そして実況解説はですね、鉄拳でおなじみのハメ子さんと、鉄拳4から現在に至るまで全てのシリーズでトッププレイヤーとして実績を残しているユウさんにお願いしています。お二人ご挨拶お願いします。はい、本日、実況解説を務めますハメ子です、よろしくお願いします。はい、同じく実況解説をやっていきますユウです、よろしくお願いします。はい、お二人よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ガチですねこれね、世界大会レベルね。そして池田さん、ここで改めてルールの説明をお願いします。はい、エキシビションマッチは2試合行います。1試合3ラウンド選手で行って、2試合終了した時点で終了となります。はい、それでは準備整いましたので試合を始めたいと思います。はい、続きまして、平成プリンセスの発表を見ていきましょう。左側に映るのが、ノビキの宮台ドラグマン。あと、左側に映るのが、こちらのピッチャーのゴールド。まず、最初に、宮下さんの宮下さんの宮下さんのドラグマンという機械、こちらの宮下さん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 の宮下
反撃の隙を与えないような攻めを継続できるキャラクターです。なるほど、なるほど。まず豪気の方、はい、あ、加藤拳という飛び道具があるのが、さあ、そういうわけでまず1試合目、はい、こちらの方がここから始まります。まあ、前回の対戦を経てどのような読み合いがあるか、はい、そうですね、前回の時点でかなりいい試合をこの2人していたんですよね。というのも、小木戸選手はやはりストリートファイターのプレイヤーとして有名ですが、特に鉄拳では、まずラウンド1が始まる、大活躍、足が付いて、これは距離を取って、気をつけられましたね。ステージは、これは鉄拳で、NR からの新しいステージから何でしょうか。壁のあるステージ、壁に打ち上げるのはノーミー。そこから難しいというように、よかった、ありがとうございます。そうですね、鉄拳にはこれまであんな異常技はなかったりから、という感じだった、ゴーストがある無敵になり、おっと、これ、レイジャーズ、どうだ、飛んでいる、大丈夫、首か、そして、このキャッチを抜けて、腕投げは抜けている。ボビーはレイジ状態が出ている。おお。あれを生かして、まずは鉄道が。この大ぶりな鉄道。はい。これが非常に見えるもの。違うね。これを使って、ボビーは鉄道から抜きましたが、ここは、今、足払い、足払いを下段で相手を突き抜いて、鉄道を出して、取り出してから突き抜くと思います。さあ、こちらのこの豪気の下にある芸術も、これは豪気にしかないスーパーゲーム、グロスカーが強烈な味方のサブナリティ。さあ、これ、サブナリティ、どうだ、さあ、さあ、今、はい、豪気が振り出した青を振りながら、僕が振っていただきましたけど、これが鉄拳の面もあるから、レイズドライブ、レイズドライブ、用途ですね、はい、用途をうまく使ってるんですけど、なんと、これが割り込んだことで、EX トール、ゲートしたことで、下物を強化できるんですが、この豪気の EX トールはカウンターヒットしたときだけで、ね、下地防御になるという、ちょっとファンは変わらないようです。さあ、トイレを見つけたところに、トイレが逆中の空気とも、逆中のキャラクターが総流程でリスクを渡さないというのが面白い、そうですね。やはり、強い技が大きいと。まあ、初めて来たの恐竜、これはクイグレームを背負ってた無敵技の恐竜戦で割り込んでいきました。もう常にこのゲームを出してくれたんですが、そうですね、鉄拳戦の FR の防御を常に力戦闘をパーツフェイブ、さすがは東大と強いな。しかし、このラウンドはゾビが連続に切りていく、はい、ここからレイジアーズのせいでいらっしゃると、大きなレイジアーズを内定して、このまま出来上がるとなっているのも、ここはアサルトで、大きなアサルトで当たるとなっているのも、自分が不利な場面で攻撃できるのが、やはり僕らしさの持ち味と言えると、これで、2-2、ファイナルラウンド。次はアサルト勢いに変わり込んでくるときと、一度はゲージャーマンか、これは、めっちゃ成功ハロー、このゲージャーマンで、いい足に乗ったことないですね。さあ、これでノビがレイ状態になると体力を当たったら、おっと、ノビ、これは深い深い、そして警戒反応決める、レイジャストで壁コンボ。え、なにこれ、なにこれ、ちょっと怖いよ。うおー、死んでいちゃう、まだ残っている、あるのか、あばれ、あばれ、あばれ、
ありがとうございます。
2015年12月12日に開催されたザ・キング・オブ・アイアン・フィスト・トーナメント2015グランドファイナル。鉄拳シリーズ20周年を記念したこの大会には世界各国の予選を勝ち上がった総勢27名の選手が集結。賞金総額1000万円、鉄拳最強を決する戦いに挑んだ。熱戦を見守ったのは会場観戦、ストリーミング配信合わせおよそ数百万人。その規模、その熱狂度、ゲームの世界を軽々と飛び越え、リアルな興奮を与えた。誕生から20年を超える歳月を経てなお、なぜ鉄拳はこれほどまでの熱狂を生み出し、人々の心を熱くさせるのか。鉄拳とは何か、その全てを知るこの男に聞いた。常に意識しているのは人の闘争心ってところをどうかきたてるか、とにかくプレイしている人、遊ぶ人たちをとにかく熱くさせるっていうところはもう常に共通したテーマとして我々作っていってるので。世界中で累計4400万本を売り上げるモンスターゲーム、この超 S 級のコンテンツに熱狂するファンをどうすればパチンコへ促すことができるのか。戦いの興奮、そして一撃の爽快感を実現し、ゲーム鉄拳のファンをパチンコへと導くために開発陣の挑戦が始まった。学び尽くし、模倣し尽くし、その果てに見えた鉄拳の真髄、それは戦いを極めること。ギミック、ゲーム性、演出、その全てにおいて鉄拳らしさを目指した。そうですね、一言で言うと超爽快感、拳役者もそうですけれども、疑似連であるとか、リーチの当たり方、広角モードの、スピード感ですね、当たりの速さ、全てがこうストレスなく、やってて手玉に、爽快に、結びつく、全ての要素が、パチンコファンに刺さる要素というのがもう満載。ついに完成したパチンコ鉄拳2。強力なタッグパートナー、ゲームの最新作とともに世に登場する。ゲームもそうです、パチンコなんかもそうですけど、非常に緻密な計算によって作り上げられてはいるんですよ。やっぱりでも積み上げて計算されてされた面白さだとか、計算された熱さっていうのでは僕はダメだと思うんですよね。やっぱりやってみると感情がコントロールできなくなるぐらいのコンテンツの方が僕は常にいいって言ってるんです。やってもらえると分かると思いますけど、やっぱり自分のいい意味でですよ、感情が全くコントロールできないような、やっぱり楽しさだったり悔しさだったり熱さっていうのが凝縮されてるっていうふうには僕は個人的にすごく感じたので。2016年7月、時同じく相互にファンへの期待を高め合いながら、パチンコとしてゲームとして最大のプロモーションを展開し、それぞれ集客の最大化を目指していく。そしてその熱は年末まで継続し、鉄拳最高のイベント世界大会へとつながる。バンダイナムコエンターテインメントの全面協力を得て、今ゲームだけではない、パチンコだけではない、全てのファンを一つにする新たな鉄拳の世界が誕生する。